はい、お願いします。片岡さん、はい、いよいよ盛り上がってきましたね、高校野球。まあ、ほんまやったらね、夏の、各県の代表校がやるんやけど、まあ、そういう、今年はちょっとね、あの選抜の代表校がまあ1試合だけっていうことやけど、やっぱりこの夏ね、甲子園で試合やってくれるっていうことは、なんかすごく嬉しいね。うん、まあ、本来であれば、夏の大会、ね、うん、連戦で続いていくところで、まあ、今回は仕方がない部分なんですけど、片岡さんが PL 学園時代に、何度も甲子園に行かれてると思うんですけど、いやいや、2回しか行ってへん。何度も、何度も行けるか、そんなとこ。実際どういう調整をされているのかなって気になるんですよ。甲子園が決まってから、はい、大会中、大会中で、まずあの俺たちの時は決勝が大体8月の1日とか2日、俺は2日やってんけど、はい、あの8月の1日にはあの PL の花火があるわけよ。で、まあ、これも言ったことあるけど、やっぱ甲子園決めたらあの柄拾いしなくていいのね。ガラ拾いを、はい、で負けたらガラ拾いしなきゃいけないという、はい、だそれがやっぱりやっぱりちょっとこう今年はガラ拾いしなくていいとか、今年は負けてガラ拾いしなきゃいけないって。俺1年の時はガラ拾いしなくてよかって、2年の時はガラ拾いして、3年の時はガラ拾いしなくてよかったんけど、ほんでも8月の8日から始まるわけよ。で1週間もなかったん。また俺たち一番最後に決まってん、あの代表が、はい、なんかちょっとかっこよすぎん。春の選抜優勝したチームが一番最後に代表決めてんで、でまあいつもこれでも言うけど、ね、最後またサヨナラ勝ちを1対0、はい、なあの野村が大車輪で完封して、はい、最後自分がセンター前ヒット打って、はい、で俺が最後あのホームベース踏んで、はい、で嬉しすぎてファーストのとこ行こう思ったら、そこで俺かけてもうたみたいな。あれは恥ずかしかったでも。落ちがあるんですね。落ちどころじゃがな、お前そんなもん、お前。でまあ、あの1週間なんでね、ほんとあっという間なんで、ちょっとね、なんかね、その時はもう体をちょっと休めるような、本当に調整のような練習やったね。ほんで、6日に抽選して、もう8日、開会式直後の第2試合やって、はい、あんまり考える余裕もなく、そのままの勢いで、こう、甲子園大会に入っていった感じやね。ただ、もうその、本当にこれ負けたら最後の練習やっていう。ふうな気持ちで最後の練習するわけ、はい、それはもう予選の時からそうやけど、もうこれ最後かも分からへん、明日負けたらこれ最後かも分からへんっていう、絶対負けたくはないんやけど、そういう気持ちで最後の練習するわけよね。でまあ1回戦勝てたら、まあ次はちょっと空くやんか、4、5日、だからその4、5日もまあ、調整というか PL の場合はほぼ練習自体は変わらない。うわ、そうなんですね、うん、アップして、はい、シートノック、朝のあのファースト内野5本、月4本、外野各塁1本、でフライして、でバット練習が3年生が2分3回、2年生が2分2回、1年生が2分1回やけど、まあ1年生5秒ぐらいで終わるやん。ほんなに1年生が2分なんか出たもんな、もう殺すの言われるやんか。だからそれをやって、でまあ本当に1日ぐらいシードバッティング、だシードバッティングも1打席とか2打席で本当に短期集中というかね、朝9時頃からやって、もう12時には終わってたね。そこからもう自主練をされるみたいな感じ、うん、でもね、やっぱ夏の場合はあんまりそこまでみんなもやっぱり体力も疲れてたし、ガンガンやるっていう風なものはなかったし、そこでまあメンバー外れたやつ、はい、人間がいたんで、まあそいつの分もやりたいっていうのと、まあこれでも言ったけど、そのベスト8まで行けばね、国体に行けるんで、国体俺は沖縄やったよ。そうだ、その、まあ、最後のね、旅行に頑張ってベスト8行ったら3年生全員で行けるやんけというふうなことで、最低目標がベスト8みたいなことで、なんかこれだけなんか毎日練習は嫌やったけど、もうあと何日で終わってしまうみたいな、最長でもあともう10日も練習できないやんけみたいな感じでやってたよね、うん、甲子園でね、ご活躍されて美談になると思うんですけど、うん、PL 学園の時にも一番印象に残ってる甲子園出るために、なぜこれをやらなあかんねんっていうのがありました。甲子園出るために、はい、なぜこれをやらなあかんのかっていうのは、もちろん、うん、その今さっき言ったけど、その5本4本というね、その短い外野隔離1本やけど、それはやっぱり3年生と一緒に練習するという、はい、俺は1年生の時もね、その緊張感、それがやっぱりその一発勝負で、やっぱあの緊張感以上にね、緊張したという苗ノックで、それ以上に気を抜けない寮生活。やっぱりそこでこう先輩の顔色とかね、はい、その場の空気、これ野球として状況判断よ。バッターがあの打席でちょっとね、半歩下がれば、バットをちょっと短く持てば、守備位置を1メートル変わっとけばね、
それを言わベンチから変わってるぞって言われなくても全員があれちょっとこいつなんか違うなとか、あこっちセカンドの守備変えたなとか、ピッチャーちょっと今の投球も違うかったなっていうことを気づかせてもらうようになったと思うね。それはやっぱり構成合わせって言われるんじゃなくって自然とも身についたという身の危険を感じるから寮生活ではぼーっとしてたら身の危険感じるわけやん、はい、もうどっから球飛んでくるか分からへんねんから、だからそれは本当に後ろにも根がついてるっていう風なぐらいの研ぎ澄まされたね感性になってこなきゃいけないわけよ。だからそれはやっぱりこの野球ってね2時間3時間の練習以外20時間の寮生活があるわけ、はい、それはやっぱり先輩と同じ部屋でねやっぱりその寝ながら寝てないようなねそういう風なやっぱりこういつも緊張感を持ってね、まあ、過ごした思い出があるね。それがやっぱりなんかゲームに繋がったんちゃう。それは社会に出てからもそうやし、はい、やっぱり相手に不快な思いをさせちゃいけないという風なね、はい、まあ、そういうことにも繋がってんちゃうかなと思うね。ということは甲子園に出場されて甲子園戦ってる時一切緊張はなかったんですか。でも楽やんか。そんなの、でも緊張したっていうか開会式の時がやっぱ一番なんか感動するやん、はい、パパッパーンって言ってさ入場行進始まるわけやん。ちょっと俺たち変な言い方特別扱いでね俺たちだけちょっと違うところでなんか待機みたいな。でこう一応ね順番にこう言っていってあキンキン入ったと、はい、なんかこう PL って言われたらやっぱりこの拍手がやっぱちょっと大きいわけよ。けどなんか今ね入場行進とか見ててもすごく綺麗にね足揃えて手振って入場行進してるチーム素晴らしいやん、はい、でも俺たちは全くそんなのなかったね。なんかちょっと変な言い方高校生らしくないなんかさちょっとこうなんかそんなんはええねんみたいな。ちゃんと歩くよ、はい、歩くんやけどそういうとこじゃないねんみたいなもあったな。めちゃくちゃ意外ですね。意外やろ、はい、ただ朝いつもほら俺は連帯補聴かけてね学校行くんやけど、はい、それでも足揃えたらそんなことはもうね言われることもないわけよ。ただそこでそんなに手を振ってね歩いて試合勝てるんかっちゅう話で、ただ今見たらちょっと高校劣勢らしくはないなと思うな振り返ってみればね、はい、うん、でそういうところは中村監督は指導されたりは言われる。監督さんにだからそういう時ちゃんと姿勢よく、はあ、姿勢歩かなきゃいけない。ふてくされたり、そういうことに対してはものすごく厳しかったよ。ただその闘争心という面では多少はその監督さんも見てくれたんちゃうかな。そのもちろんその大阪やからね大阪弁のヤジもあるやん、はい、でもそんなことに関してはね特に負けてるときはあんまり言われへんかった。ただ逆転したりリードしたりするとおいちょっと言い過ぎやぞとかもうやめろと。だから、まあ、そういうふうななんか指導はしていただいた思い出があるけど甲子園大会中もあんまりその絶対負けるなとかね、はい、絶対勝つぞとかそのエラーしてねそのエラーについて、まあ、何しとんじゃーとかねそんな風な監督に指導された思い出ないね。ただなんかだから PL ってエラーしたらやっぱりすいませんでしたっていうのはさなんかこう監督じゃなくってやっぱり自分の気持ちにすいませんでしたという。あ自分に言うんですか。だからよく試合中にね、はい、こう PL のお見玉っていうのにこうみんな手合わせたところあると思うんだけど打てたら打てたでそれでやっぱ慢心せずにありがとうございましたともっと謙虚に頑張っていきますみたいな。でエラーしたで、まあ、私に慢心がありましたすいませんとまた心改めて頑張りますみたいなそういうふうな気持ちでやっぱりそういうのを教えやったし中村監督にはそういうふうなエラーして下向いてんじゃねえよみたいなことはもちろん言われるけど今で言うねすぐ切り替えなきゃいけないっていうことですぐピンチをやっぱチャンスに変えなきゃいけないっていうね、はい、多分そういうふうな今思えばことを俺たちに、伝えていただいたんちゃうかなと思うね。勝ってたっていうのもあると思うけど負けたりしてもその負けて怒られたりね、はい、そういうことっていうのはほぼ俺記憶にないな。特に俺なんて秋の大会なんていうのはもう7番バッターやん。もう俺選抜の1回戦8番やね。8番ですか。8番ファーストこんなでかい8番ファーストおらんでもでも、はい、その8番ファーストやから恥ずかしいとかね、はい、そういうのは気持ちないやん。だからやっぱりそこにも8番出させていただくと
やっぱりそこでも一生懸命プレーすると、それにはやっぱりボール拾いしてくれた下級生やね、いろんなその自分の身の回りの世話をしてくれた下級生、また同級生の試合に出れないやつの思いまで組んで頑張らなあかんというね、そういうふうななんかこういつも教えをね、中村監督には、いただいたと思いますし、まあその PL の教えというのはそういえば素晴らしいところが、まあ、あったような気がするね。やっぱりまず何々させていただくというね、まあ、感謝の気持ちと自分だけじゃなくって、まあ、周りの人も喜んでいただくというふうな、まあ、そういうふうな、まあ、教えなんかね、やったと思うし、まあパーフェクトリバティ、完全なる自由と全く自由がなかったということです。